ちょっぱりとは、韓国及び北朝鮮における日本人に対する差別用語。もともと、想定などの意味で使われていた朝鮮語が転じたものであり、頓足を語源とするのは誤りである。韓国では非公式に用いられるのみだが、北朝鮮では用人の発言やメディアでも用いられる。ハングル表記は、が正式な綴りだが、実際の発音に近い、いや、 と表記されることも多い。ディクショナル恒例4フランスセ八百八十年、コリアン・イングリッシュ・ディクショナリー百九十七年千八百八十年に、パリ外国宣教会が横浜で出版した、反仏辞典、ディクショナル恒例4フランスに、パイドア・アコルヌ・ディヴァイジー・エヌドゥとの記載がある。同じく横浜で出版された、カナダ人宣教史、ジェームス・ゲール著の歓迎辞典、 オリアン・イングリッシュ・ディクショナリーにも、エークローベン・フットとあり、日韓併合条約以前から、ちょっぱりという単語が存在していたことが確認できる。国立国語院標準国語大辞典には、日本人が足の親指と残りの指を分ける下駄を履くことから来た言葉とある。また、軽症北道方言では、郊外列、関温度方言では人手を意味する。在日韓国。 朝鮮人に対しての部別語にパンチョッパリがある。半分日本人を意味する言葉で、日本美意気や日本人のような行動をする人に対しても使われていた。また、在日韓国、朝鮮人が日本人と結婚した同胞を揶揄する場合にも用いられた。類義語に差別用語ではないが、極歩がある。参考文献。ありがとうございます。